ます。今日は6月21日。時刻は6時26分です。外気温は19度だそうです。ですね、財布に100何歩しかありません。朝飯が食えません。9時まで我慢せんと仕方ねえな。誰か300円貸してくれ。こんにちは。今日は6月21日、時刻は4時36分です。天気は快晴ですね。外気温は27度だそうです。今からですね、月1回の病院通いです。あるでしょう。これちょっと3歳児ぐらいの問題ですね。もうちょっと年取って頭が固くなると解けません。病院終わりました。5時52分です。昨日の動画で古墳を取りに行ったんですけど、古墳だけ映らなかったんですよね。あれ確か古墳を映そうとした時にですね、ポチッとした時に2回パパッと押したんだと思うんですよね。それで撮ってる時にはオフになって、撮り終わった時に消そうと思ったやつがオンになったんじゃないですかね。古墳は映ってなかったですけど、車の座席のシートは映ってました、ずっと。泣いたもんじゃん。でまた取りに行きましたよ。でもですね、2回行っていいことがありました。1回目行って目につかないものがですね2個あったんですよね。赤旅人のあのガラケーの待ち受け画面なんですけど、あれはですね初音ミクです。説明欄にリンクを貼っときたいと思うんですけど、初音ミクのですね Tale Your World っていう曲があるんですよ。でレコード大賞取らなかったのか不思議で仕方ないですね。めっちゃいい歌ですわ。もう十何年前の歌ですけど、よかったら聴いてみてください。その Tale Your World っていう歌のですね
最初2、3小節歌うんですけど、間奏の時ですね、間奏の時に初音ミクが1回転するんですけど、まあその時の初音ミクちゃんがめっちゃ可愛いですよね。